いや、ロニエ。キリト先輩、ちょうどいいところに来てくださいました。本日お時間ありませんか？うん、構わないけどさ、どうしたんだ？いえ、震えてなんかいませんよ。決して怯えてなんかいません。怯え？よっぽど手強い魔獣の討伐にでも行くのか。そんなに危険ならやめておいた方が。いえ、そうじゃないんです。いや、魔獣討伐ではあるんですけど、とにかく一緒に来てください。お礼に何でもしますから。分かった分かったから落ち着いてくれ。ありがとうございます。本当によかったです。ロニエがアーマで言うなんて、一体何があるって言うんだ。ここは果樹園か。はい、ここで魔獣が暴れているみたいです。どうしたロニエ、青ざめてないか？大丈夫です、私だって頑張れますから。それじゃ行きましょう先輩。そして早く終わらせてしまいましょう。そうだな。結局弱い魔獣が数匹いただけだったな。いえ、そんなことはありません。そんなことより先輩、目的も達成しましたし、早く帰って報告しましょう。もう？そんなに急がなくてもいいじゃないか。農夫さんから果物をもらったし。それはほら、帰ってからでも食べられるじゃないですか。いや、でもお腹空いちゃってさ、ちょっとだけな。わかりました、本当に少しだけなら。じゃあそこの長い椅子にでも座ろうぜ。はい、ありがとうございます。いただきます。なあロニエ、何をそんなに怖がってるんだ。わかりました、ずっと黙っててすみません。実はですね、キリト先輩、この果樹園には魔獣なんかよりも恐ろしいものがいるんです。なんだって、先に言ってくれよロニエ。違うんです先輩、退治するとかそういう類のものではなくて、その虫なんです。ここに出る虫が嫌いで。なんだ虫か、どんな恐ろしい化け物がいるのかと思っちゃったよ。笑い事じゃないですよ、嫌で嫌で仕方ないんですから。ごめんごめん、けどだったらなんで依頼を受けたんだ。それはキリト先輩が前に言ってたじゃないですか、ノーブルオブリゲーションの精神は大事だって。だから苦手な虫がいても関係なく助けに行かなきゃと思ったんです。そっか、立派だなロニエ。相手はともかく恐怖に負けず立ち向かったんだから。いえそんな、結局キリト先輩についてきてもらっちゃいましたし。人に頼ることは悪いことじゃないぞ、だから言ってくれれば虫が。すみませんでした。今度からもっと堂々と頼ってくれよ。先輩が後輩を助けるのは当然だし、今もそうしたいんだから。キリト先輩、けど今だって十分助けていただいてますよ。ああ
だからロニーは俺に頼っていいんだからな。先輩は後輩に頼られるのが仕事なんだから。キリト先輩、どうかしたんですか？言ってることがさっきと同じですけど。ああ、ロニエ、その足元にだな。あ、いや、なんでもない。そのまま動かないでくれ。足元に何かあるんですか？いや、何もない、何もないから見ない方がいい。まさか先輩、そのいるんですか？落ち着いて聞けよロニエ。何も問題ないから、俺が何とかしてやるからな。やっぱりいるんですね。うん、いるな、一匹。いやー、ちょ、ロニエ落ち着け、大丈夫だから。助けるから離れてくれ。いやー、早くしてください。わかったから、離れなくていいから、せめて押さえつけないでくれ。ほら、どこか行ったぞ。もう大丈夫だロニエ。うん、本当ですか？本当、もう何もいないぞ。だからそろそろ離れてもらえると。いや、思ったよりも虫ちっちゃかったな。あれがそんなに怖かったのか。だってあの虫、急に飛んだり全速力で走ったりするんですよ。見た目に加えてその予想のつかない行動が怖いんです。うー、思い出しただけでも恐怖が。もういないから大丈夫だって。それから急に先輩にその飛びかかるようなことをして申し訳ありませんでした。まあちょっと慌てたけど大丈夫だから、そんなに気にしないで。あ、いや、ここは気にしてもらおうかな。先輩に飛びかかるなんて無礼を働いたんだから。キリト先輩、ロニエ言ってただろ、お礼に何でもしてくれるって。そんなこと言うわけ。あ、いや、恐怖のあまり言ってしまったような。わかりました。お約束してしまった以上何でもお申し付けください。何を頼もうかな。よし、決めたぞ。今後またここに討伐に来るときは必ず俺を呼ぶこと。え、でもそれじゃ私がありがたいだけですし。いや、なるんだよこれが。ここの果物はうまかったからな。いえ、あの、毎回果物をくださるとは限りませんけど。それに言ったろ、先輩は後輩を助けるものだって。